ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。関西福井編と題した今回の旅行シリーズも本作で最終回となります。前回一乗谷朝倉氏遺跡を訪ねました。今回は前回の続編として朝倉義景、柴田勝家、お市の方、この3人の人生最後の瞬間を追体験する鉄道旅行をしたいと思っています。最後まで楽しんでご覧ください。それでは現在地の一乗谷駅から13時7分に出発する列車に乗って第一の目的地越前大野駅に向かいます。3年9月2日午後1時8分一乗谷駅出発です。越前大野駅の2番乗り場にいます。今から朝倉義景の墓地に向かおうと思います。越前大野駅初めてなんですけど、安全の鐘という鐘があります。駅員の方にお許しをいただきましたので、越美北線がこれからも安全に運行され続けるように祈りを込めてついてみたいと思います。せーの。越前大野駅の外に出ました。さてここからどうやって行ったらいいのか。あそこにタクシー会社さんあるので聞いてみようと思います。数分後にタクシーがこちらのタクシー乗り場に参りますということでご説明をいただきました。こういうものですと名乗ったら、ぜひぜひ福井県の PR をお願いしますと温かい言葉もかけていただきましたので、そのご恩にしっかり報い入れるような映像を残していきたいと思います。ここは義景公園と言います。越前大野駅から片道の乗車賃が670円、10分もかからなかったですね。朝倉義景のお墓がこちらだそうです。戦国時代、現在の福井県大野市を含む地域一帯を所領としていたのは朝倉義景のいとこである朝倉景明でした。自分の領地ゆえに地理的優位は揺るぎなく、求心力の低下が止まらない義景に宿舎を用立て、矢継ぎ早に軍勢を送り込んで包囲します。義景が亡くなると景明は上洛し、信長から一字をもらって土橋信明と改名。しかし因果応報というべきか、越前朝倉氏滅亡から1年後の天正2年1574年勃発した越前一向一揆にて景明は一揆軍最大の標的となり、結果として敵中に突撃し討ち取られてしまいます。じゃあ手を合わせていきます。朝倉義景の墓前に手を合わせた後、僕は越前朝倉氏の家臣の末裔だとおっしゃる方と出会い、貴重なお話を伺うことができました。覚えている範囲でどんな話をしたかというと、朝倉義景は紛れもない名君だということ。例えば義景の親族で宿老の朝倉宗敵は、16歳で家督を継いだばかりの彼を政治文化の才能に優れた逸材と評価。特に領国経営の手腕は素晴らしく、常に民の幸福を第一に考えて政治を行っていたそうです。反面、
時代が戦乱の渦中にあっただけに、朝倉義景の軍事面での脆弱さを頻繁に指摘されますが、義景自身が兵を率いた回数は指で数えることしかありません。その理由はやはり領民の幸せを優先していたから。戦争ともなれば多数の命と資産が失われます。ですから話を聞いているうちに、朝倉義景は生まれた時代が早すぎた気がしました。天下太平の時代であればきっと本物の名君として名を残せたはずです。また一条谷朝倉氏遺跡にある朝倉義景の墓は福井藩主の命令で建てられたものですが、その背景にあったのは義景が最後に残した呪いの言葉。50年後この地を治める者に災いをもたらす。彼の呪いは現実となり、福井藩の藩主が次々と短命のうちに亡くなる悲劇が長く続きました。一方で大野市にあるこのお墓についても、本当に朝倉義景の墓なのかどうか未だによく分かっていないそうです。これを見たあなたはどう思いますか？朝倉義景の印象が少し変わってくれたらいいのですが。越前大野駅に戻ってきました。実は時間がありません。あと5分で福井行きのワンマンカーが出発してしまいますので、大至急改札を抜けたいと思います。慌ただしかったんですが、越前大野まもなく出発です。福井駅の外に出ました。本題の柴田勝家とお市の方終焉の地はこちらです。柴田神社、今でこそ神社になってますが、ここにはもともと北の少女あの柴田勝家の居城があったんです。早速入ってみましょう。周りはご覧のような商店も並んでますし、ここにお城があったなんて信じられないですよね。ということで、こちらが柴田神社です。境内に入ってみようと思います。こちらには手水舎があります。水は必要に応じて出る仕組みになっているんです。こちらの稲荷大明神、片手で申し訳ないんですけど、さらに奥へ進んでみるとこちらに社殿があるんですが、その手前の方にこのような説明ありまして、北の少女の石垣だそうです。細かい説明はこちらを見ていただければと思います。一条谷が焼け野原になった後、縁起が悪いということで柴田勝家ここに北の少女を築いたそうです。ちょっと覗き込んでみると、だいたい 2,3 メートル下のところに石垣のようなものが見えます。石垣見ていただいて振り向いてみると、いらっしゃるのがお市の方。織田信長の妹として生を受けたんですけれども、浅井長政の妻となり
そして柴田勝家の妻にもなりましたが、最後は自ら命を絶つという悲劇的な結末を迎えた女性として広く知られていますよね。こちらを見ていただくと3人の女性が見えると思うんですが、左から茶茶、豊臣秀吉の側室、真ん中が五号、徳川秀忠の正室家光も生んでおります。一番右がお初、お初は京国家に嫁いでいます。お市の方が生んだ彼女たちも数奇な運命をたどっていることは有名な話だと思います。その三姉妹、ちょっと見上げると何やら凛々しい武者がいますが、こちらが柴田勝家。静ヶ岳の戦いで豊臣秀吉と織田家衰退後の戦に負けてしまい、この北の庄城で自ら命を絶ちました。その柴田勝家の銅像も柴田神社の境内でこうして見ることができます。柴田神社も回りまして、この作品で掲げていた福井県を代表する歴史上の人物3人の人生最後の瞬間を追体験するというテーマ達成することができました。重たいテーマを扱ったということと、福井県でこれ以上ない思い出をもう一つ作りたいと思って、ここに来る前に撮影許可をいただいたお店があります。どんな美味しいものがいただけるんでしょうか。そのお店に今から行ってきます。福井での旅、鳥を飾るのはこちらのお店です。味どころ庄屋さん、早速店内に入ります。地産地消で40年、これぞ福井の味。楽しみ。なんとか撮影のお許しも改めていただくことができました。で早速注文してますので、ご紹介させていただきたいと思います。注文した刺身定食2150円でした。いただきます。美味しいお作り、綺麗に盛り付けてあるので、こちらいただいてみましょうか。お醤油につけて、プリプリで美味しそう。飾り包丁入っていることで食感も口当たりも良くなっていますね。下の目でとろけるような美味しい刺身ですね。次はタコ行ってみましょう。大食いで美味しそうなタコだ。歯ごたえも弾力も最高です。次はブリですね。色ツヤ最高じゃないですか。わさびなしでどんどん食べ進めてますけど、舌の上でとろけるような美味しい部位です。その後はご覧の通り存分に食事を楽しみました。刺身定食を食べ終えた後、口直しにウーロン茶を注文。ところが、おかみさんのご厚意で代金が無料に。まさかのサプライズに動揺したものの、思いがけないご配慮に心から感謝しつつ、濃密だった福井県での2日間に思いを馳せて、残さず美味しくいただきました。すべて完食しました。ごちそうさまでした。今回の旅行動画どうでしたか？ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。関西福井編と題した旅行シリーズはこの作品をもって完結しました。全て見ていただいた皆さん、本当にありがとうございました。次回の旅行シリーズについてはまた各 SNS でお知らせをさせていただきたいと思っています。どうぞ楽しみにしていてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。